サウスアンボイは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の中央部、ミドルセックス郡にある都市である。ラリタン湾に面している。2010年国勢調査では、人口8631人であり、2000年の7913人からは718人、9.1%増加、1990年の7863人からは768人、9.8% 増加だった。サウスアンボイとナリタンワン対岸のパースアンボイは合わせてジアンボイズと呼ばれている。ニュージャージターンパイクの出口11号の標識には行き先としてジアンボイズと書かれている。サウスアンボイはニュージャージー州自治体5種のうち3種を経験してきた。まず1782年5月28日に軍政委員会の議事録にパースアンボイタウンシップと書かれ、 1798年2月21日に、正式に、タウンシップとして法人化された。その後の90年間で、領域の一部が分離して、モンロータウンシップ、マディソンタウンシップ、セイヤービルタウンシップができた。1888年2月25日、タウンシップに代わって、サウスアンボイボロが作られた。1908年4月11日、 ボロに代わってサウスアンボイは、主として法人化され、1908年7月21日には、住民投票が行われた。サウスアンボイは、北緯40度29分12秒、整形74度16分44秒、北緯40.486719度、整形74.279016度、 40.486719-74.279016に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2.694平方マイルで、あり、このうち陸地1.548平方マイル、水域は1.146平方マイルで、水域率は42.54%である。セイアービルのコールズ近くには飛び地がある。 そこの住人はサウスアンボイを郵便用住所に使用している。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サウスアンボイ市は1923年フォークナー法による市政委員会マネジャーの政府形態を採用している。市長は市民の直接投票で選ばれている。 市政委員会は5人の委員で構成され、2人は市全体を選挙区に選ばれ、3人は小選挙区から選ばれている。サウスアンボイ氏はアメリカ合衆国会議員ではニュージャージー州第6選挙区に属し、ニュージャージー州議会では第19選挙区に属している。ミドルセックス軍は7人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。軍全体を選挙区に選出される。 任期は3年間である。毎年2人内市3人が改選される。毎年1月に開催されている、委員会で議長と副議長を選出している。他に憲法に規定される軍の役員として、軍事務官、軍保安官、遺言権人判事を選んでいる。2011年3月23日時点で、サウスアンボイ市には、有権者が5457人登録されており、 そのうち2237は民主党612は共和党2605は無党派だった。他の政党で登録したのは3人のみだった。2008年アメリカが衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマが総投票数3693のうち1875票、50.8%を獲得し、共和党のジョン・マケインは1722票。 46.6%、その他の候補が64票、1.7%だった。登録有権者数は5382人、投票率は68.6%だった。2004年では、民主党のジョン・ケリーが1784票、52.24%を得て、共和党のジョージ・ W ・ブッシュの1566票、46.0%を上回った。 その他の候補は37票、0.7%、登録有権者数は4971人、投票数3405票、投票率は68.5%だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティが1288票、52.7%を獲得し、民主党のジョン・コーザインの865票、 35.4%に勝利した。独立系のクリス・ダゲットが226票、9.2%、その他の候補者 H が41票、1.7%だった。登録有権者数は5298人、投票数2445票、投票率は46.1%だった。市内の公立学校は、 サウスアンボイ公共教育学区が運営しており、幼稚園前から12年生までを教えている。地区内の学校は、サウスアンボイ小学校と、サウスアンボイ中高等学校である。カーディナル・マカリック高校、セイクレット・ハート・クリエイティブ・キッズ・センター及び、セイクレット・ハート・スクールが、ローマ・カトリック・メトチェン教区の監督下に、運営されている。ニュージャージートランジットのノース・ジャージー海岸線が、 市内を通り、サウスアンボイ駅に停車している。列車の多くは、ニューヨーク市マンハッタンのミッドタウンにある、ペンシルベニア駅に向かい、いくつかは、方々県駅に向かう。ニュージャージートランジットの運営する、バス路線、系統815と817を利用できる。ありがとうございます。